どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は東京お台場に来ております。でね、今後ろにね映ってるこちらがですね、ヒルトン東京お台場ということで、本日はねこちらに一泊ねお世話になろうと思っております。ちょっとねあんまり映ってないですね。向きを変えましょう。まあ、ちょっとね大きくて映りづらいんですけども、まあ、こちらがね駐車場の入り口っていう風になっておりまして、この奥にですねホテルの入り口があるっていった形になります。でですね、ちょうど今ホテルのね真向かいに行って、後ろはね本当に海みたいな感じで、ちょっと映ってるかどうか分かんないんですけども、まあ、この後ろにですねレインボーブリッジとかもねある、まあ、とてもね立地的にはねいい場所っていう風になっておりまして、東京お台場のねユニカモメの台場駅からもうこちらね直結ということで、まあ、ちょっとね今歩いてきたわけなんですけども、ここまで歩いて本当にこのビーチっていうかこの海沿いの公園までもね本当に 2,3 分でね歩いて来れるような場所っていう風になります。で今ですね、3時15分ということで、もうね3時過ぎておりますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。ということでヒルトン東京お台場ですね、ダイヤモンドステータスどんな感じでね特典受けられるのかっていうのと、今回ね私これね5月に撮ってるんですけども、私誕生日ということで、今回ねちょっと誕生日ですって自分からね申し出て、まあどんな感じでね誕生日ステイですね、どんな感じで特典受けられるのか見ていきたいなと思います。ということで早速ねチェックインしていきたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。今回ね1528ということで行ってみたいと思います。それではね行きたいと思います。どうでしょうか、どうでしょうか。おー、いいですね。そうそう、このホテルはねテラス、ちょっと飛んじゃって映ってないかもしれないですけど、テラスみたいなのがあるんですよね。はい、ちょっと一つずつね見ていきたいと思います。どうしましょうか、左側見ていきましょうかね。こっち側に大きめのテレビ、こちら50インチ以上ありそうですね、テレビがありまして、その下にはコーヒーマシンとかありますね。でその下があれになってますかね、こんな感じで引き出しになってますんで、ここに冷蔵庫とか入ってるんですかね、ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じで、コーヒー、紅茶、あとコーヒーマシンですね。でテレビがあって電気があると。でこちらにあれですね、これは化粧する台ですかね。そうですね、お化粧台がついております。これはいいですね。今回ね家族で来てますんで非常にありがたいです。では引き出しの中見ていきましょう。あ、ここは入ってないですね。よいしょ。でここは、あ、ここは冷蔵庫ですね。冷蔵庫は何か入ってんのかな。あ、空ですね。スジャータだけ入ってますね。スジャータ、コーヒーのミルクだけ入ってます。でこちらに、これは何だ、ジュエリーボックス的な感じですかね。いや違うな、ただにこういうあれですね、こういう柄なんですね、空です。でこっちにグラスで、こちらも空と、そうですね空ですね。昔はここにあれなんですかね、お酒とか入ってたのかな。よいしょ。でここにちょっと 見えますかね、あ、これ開けるところじゃない、ちょっと見づらいですけど DVD プレイヤーですかね、入ってます。 DVD プレイヤーとあれですね、たまにありますね最近のホテルでも。でこっちは、あ、下にこれホテルの案内ですかね、入っております。よいしょ。でこっち側にゴミ箱があって、こっちに空気清浄機ですかね。はい、では、はい、こちらが、ベランダっていうんですかね、はい、テラスがついている客室ですね。ベランダとは言わないか、はい、どうでしょうか。いやこれはいいですね。こんな感じです。いやこれは本当にめちゃくちゃいいですね。しかもこれ出れるんですね、ちゃんと出れるようになってます。よいしょ、ちょっと外出ちゃいましょう。はい、こんな感じになってます。いやめちゃくちゃいいですね。ちょっとねうまく映ってるかどうかわかんないですけど、奥にね東京タワーとかも見えてるんですよね。いやすごい、いやめちゃくちゃいいですね。でもちょっとねお隣さんの客室とだいぶ近いんでね、同タイミングで出ると結構気まずいかもしれないですね。かなり近いです。ですけどまあこれはでもめちゃくちゃ綺麗ですね。夜が非常に楽しみです。左側を見るとねこういった形でまあ港風景がね見える感じですね。では客室に戻りましょう。
それはですね、中に戻ってきました。このね、ベランダの前にね、1人掛けのソファーが2つある感じですね。これはめちゃくちゃいいですね。後でね、夜になったらここでちょっと外見ながらね、お酒でも飲めそうですね。で、反対側にですね、ルームランプがあって、こちらにね、おしゃれなこんな感じの絵っていうんですかね、飾っております。で、この反対側にベッドですね。今回ね、ツインタイプの客室を選んだわけではないんですけども、大人2名で子供1名で入れたらね、結局ツインタイプが、まあ、選ばれたみたいな感じです。ちょっと私はこれね、ミスったかもしれないです。はい、という感じで、ベッド周りね、こんな感じになってます。物としてはお水2つと電話ですね。あと、ちょっと奥、お見せしましょう。よし、ちょっと、どけちゃいますね。電源の、電気のスイッチですね。あと AC のコンセントが見えますかね。はい、こんな感じで2つあります。結構ね、あれですね、古そうな感じの 電源パネルですね。あと、ここら辺は清書とか入ってんですかね。はい、非常灯とか入ってます。で、ベッドですね。ベッドはこんな感じになってまして、そこまで大きくないですね。大人1人と子供1人ぐらいだったらいけると思いますけども、はい、ツインタイプっていう風になってますね。こんな感じになってます。で、こちらはね、今回ね、子供いますっていうのをね、言いましたら、いろいろね、いただけましたね。一応こちらも見ておきましょうか。スリッパと歯磨ブラシ等々ですね。あと、パジャマみたいなのもね、いただけてますね。非常にありがたいです。はい、こんな感じになってます。では、バスルームとあっち行きましょうかね。それではね、浴室行きましょう。ここにね、エアコンのスイッチがあります。で、こちらですね、扉を開けると、上の方にね、枕の替えとかあったり、ハンガー、あと、ファブリーズみたいなのもありますね。あと、下に、金庫、あと、スリッパありますね。あとは、パジャマですね。こちらはなんか、あれですね、セパレートタイプ、なんですか、ワンピースタイプっていうんですかね、ズボンがないやつですね。それ以外は空になってます。まあ、あとはアイロンとアイロン台っていう感じですね。では、バスルームに行きましょう。はい、こんな感じになってます。結構いいんじゃないですかね。広いです。で、照明がこんな感じになってまして、で、アメニティです。アメニティはこんな感じになってます。結構揃ってますね。ヒルトンでね、こういうのないんですけども、普段は。化粧水、乳液、クレンジングローションとか、こういったのもついてて、これも見たことないな。はい。これなんだろう。あ、シェービングジェルですね。ここら辺は多分このホテルオリジナルっぽいですね。ここら辺は他のヒルトンではないと思います。で、こんな感じですね。バスタオルとか入ってまして、よいしょ。こちらはパナソニックのドライヤーです。まあ、ヒルトンブランドだと、まあ、これが一般的ですかね。はい。体重計とかは、こっちにありますね。こっちはおトイレがそのままくっついてる感じなんで、こっちにあります。で、トイレがね、あって、タオルがある感じですね。では、浴室行きましょう。で、お風呂場、こんな感じです。客室の中がね、見えるようになってまして、いや、非常にいいですね。で、バスタブはこんな感じです。特段広いっていうわけではなさそうですね。まあ、私が入ったら普通に足が届きそうな感じですかね。一応入ってみますかね。私が入るとこんな感じですね。足元はね、もうあれですね、届くか届かないか微妙なラインですね。まあ、私165、67ぐらいあるんで、まああれですね、まあでもゆっくり入れるんじゃないかなっていう感じですけども、横幅はね、わかりますかね？はい、結構あれですよね。タイトな感じなんで、あれですかね。ちょっと窮屈に感じるかもしれないですね。うん。まあでも、まあ横になれば十分ですかね。それではですね、シャワー自体は、固定式じゃなくて可動式ですね。可動式のシャワーと、こんな感じで。固定式のシャワーもね、ついております。特にこちら側にアメニティとかはないですね。洗面台の方に置いてある感じになります。で、反対側には特にないですね。バスタオル置くところがあったり、これは何なんだろうな。
滑り止めですかね、ちょっと分かんないですけども置いてあります。はい、こういった形になります。ということで今回ですね、ヒルトン東京お台場ホテルね、一泊お世話になります。今回ねここね4万7000ポイントで一泊させていただきました。でこの客室がですねエグゼクティブプレミアムだったかな、ね2段階ぐらいアップグレードしていただいたんで、この客室ね4万円ぐらいするそうなので、まあだいたい1ポイント1円いかないかなぐらいですかね、はい、利用することができました。でね、いろいろ紹介したいところはあるんですけども、ね今4時ぐらいなんですよね。あと30分でラウンジのね、ティータイムが終わってしまうんで、ちょっとそれだけね見に行きたいと思います。ちょっとねめちゃくちゃ今日混んでるんで、撮影はねもしかしたらできないかもしれないんで、ちょっとね画像載せるなり、携帯でちょっとね載せた部分になるかなと思うんですけども、ひとまずねそちら見に行きたいと思います。それではねちょっと行ってきます。ということで客室にね戻ってまいりました。ラウンジね結構広くて良かったですね。あるものは、ソフトドリンクと、今ねティータイムということで簡単なケーキとか、スナックとか置いてありましたね。多分スナックとかはいつも置いてあると思うんですけども、今ティータイムということで、簡単なケーキみたいなのかな、まあ 2,3 個でしたけども、2種類ぐらいでしたかね、ありました、まあ、非常に良かったですね。ラウンジもね結構広くて、またねテラス席なんかもありましたんで、外のねテラス席なんかでもね楽しむことができましたので、非常にね良かったですね。またねそこまでね今日結構客室入って、ホテル自体ね結構混雑してるって話だったんですけども、ラウンジねそこまで混雑してなかったんで非常に良かったですね。で今ね、カクテルタイムじゃなくてティータイムが2時半から4時半で、カクテルタイムが5時から7時という感じですね。で日曜日はちょっと時間変わるみたいなんですけど、これはまあ多分ね皆さん行かれてる時にね変わるかもしれないんで、まあこんな感じになっておりますけども、まあコロナ禍ということもありますんで、まあこういった形ですかね。でダイヤモンドステータスの特典なんですけども、朝食はですね2つの会場から選ぶことができまして、まあこちらねお好きな方でということで、ラウンジとシースケープテラスっていうねレストランで利用することができるっていう風になります。ですんでまあ2カ所からね選んで利用することができるっていう感じですね。であとねこのホテルにはスパがねありまして、ダイヤモンドステータスの方はね無料で利用することができます。ですんでまあこちらねお子様連れの方とかね結構いいんじゃないかなと思います。私もね今回家族で来てますんで、まあ子供はねあんまりプール好きじゃないんで今回行かないかもしれないんですけども、プールがあります。であとね、ラウンジじゃなくて Wi-Fi ですね、プレミアムということでプレミアム Wi-Fi がね利用することができます。こちら多分ねダイヤモンドステータスの特典だと思います。もしかしたらゴールドでもこれはもらえるかもしれないですね。でちょっとね入った時に、ね、全然気づかなかったんですけども、今回ねはい、ハッピーバースデーということで、今回、私は誕生日ステイでね利用させていただいておりますので、こういったカードをねいただけたのと、こちらね全然気づかなかったんですけども、これはい、これねコーヒーマシンの前に置いてあって、あれと思ったらねこういった形でこのクッキーとかねブラウニーとかこういったねセットをねいただけました。多分これね誕生日ステイっていうのをお伝えしたので、こういったのをねいただけたんじゃないかなと思うんですけども、いやいいですね、非常に嬉しいです。多分買ったら高いと思いますんで非常にありがたいですね。まあこういった形ですかね。今回ねヒルトン今回ダイヤモンドステータスで宿泊させていただいてるんですけども、チェックインのね方の話だと、ダイヤモンドステータスの方は本来ねワンベッドスイートまでアップグレード無料でね対象に入ってるらしいんですけども、残念ながら今日はいっぱいということで私はねアップグレードいただけなかったんですけども、ダイヤモンドステータスね保有されている方はですね、もしかしたら空いてたらねその部屋ね入れるかもしれないんですけども、残念ながらね4室しかないらしいんで、まあこれはねもしかしたらアップグレードしてもらえるかもみたいな感じでね思っといていただければなと思います。まあでもねスイートまでアップグレード無料アップグレードでね対象に入っているのはねかなり夢があっていいですよね。で今回ね私誕生日ステイということで5時からあと20分ぐらいなんですけども、この客室じゃなくてこのホテルにはですねテラス席のレストランのテラス席でバーベキューみたいなのがね楽しめるそうなので、今日はねそちら利用していきたいなと思います。あと20分ぐらいなのでちょっとね客室でゆっくりしつつですねそちらね利用していきたいと思います。それではこちらがバーベキュー会場です。今ねちょうど東京タワーのねライトアップがついてかなり綺麗な感じになってます。今日なんかねモーターショーがやってるみたいで、向こうにねすごい高そうな車がたくさん止まってました。
でこんな感じのね場所でバーベキューを楽しむことができます。いや非常にいいですね。今ねあんまりお客さんいらっしゃらないですけども、始まった最初はね結構いましたね、まあ、結構っつっても 4,5 組ぐらいですけどね。でこちらのねあのブースのところで飲み物がいただけたり、アルコールがいただけたり、ソフトドリンクはねついてるんですけども、アルコールは有料っていった形になります。こんな感じで雰囲気はね本当にめちゃくちゃいいですね。ということでカクテルタイムがねもう始まってますんで、それを見つつ客室帰りたいと思います。一通り終わりましたので、今回ね HPCJ の特典でバースデーケーキ特典っていうのがあるんですよね。今回ねこれを注文しておりますんで、こちらもね紹介していきたいと思います。今ね注文してるんで多分ね持ってきてもらえると思います。これはね誕生日前後1ヶ月でホテルのねメインコースを利用しないと利用することができないので、まあ、ケーキだけ食べるみたいなことはできないんですけども、あのホテルで、ね、食事をすればバースデーケーキね利用することができますので、こちらもねぜひ覚えておいてください。でこのケーキもねホテルによって違いますので、これでもねいろんなホテル利用すると楽しいかもしれないですね。ではちょっと待ちましょう。それではねケーキの方が到着しました。こんな感じのケーキがいただくことができます。まあ、これで HPCJ に加入していてレストランさえ、ね、利用すれば無料で、ね、利用することができますので、かなりいいですね。結構いいんじゃないですか。これね、まあ、購入するととかいう話をしてしまうとあれかもしれないですけども、だから、ね、噂によると 2,3 千円するそうです。ということでこちらねいただいて客室戻りたいと思います。ということで客室に戻ってからちょっとゆっくりしてね夜景堪能しようかなと思ってたら、申し訳ないことにレインボーブリッジと東京タワーの夜景がね、あの残念ながらライトアップね今してないんですね。はい、夜になっちゃうと消えるみたいですね。まあ節電なのか何なのかちょっと分かんないんですけども、ちょっと残念ながらあのこの時間帯はねあの見ることができないです。まあでもね夜景自体は非常に綺麗なんで、窓際にねソファーとかもありますんで、まあ、ここでね楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。いやめちゃくちゃ綺麗ですね。それでもでちょっとねクラブラウンジね寄ってきたんですけども、本日ねめちゃくちゃ混雑してるということで、残念ながらですね中ではいただくことはできず、あのね客室に持ち帰りっていう形になりました。で食べ物もねお酒も全部客室持ってっていいですよっていうねすごいスペシャル対応だったんで、個人的にはね本当にかなり良かったですね。まあ、食べ物はね、まあ、軽食程度しかないんですけども、まあ、あの飲み物はねしっかりアルコール等々もねあのいろいろありましたんで、非常に楽しめんではないのかなと思います。ビールとかもねちょっとビールの画像はないかな、はい、クラフトビールとスーパードライとかもねありましたんで、非常にね良かったです。いや客室で楽しめちゃうっていうのはねちょっと混雑するのはあれですけども、逆にいいかもしれないですね。はい、ということで今日のところはねこんな感じで休みたいと思います。それではまた明日です。おはようございます。時刻は今ね、6時過ぎぐらいになりました。今ねホテルの前の方にね出てきまして、前だから一応後ろになるのかな。今ね裏口のドアをねあの出るとですね、ちょうど昨日のねバーベキュー会場がねあるんですけども、今ねこんな感じでレインボーブリッジがね目の前に見えて、その奥にね東京タワーとか見えてるんですけども、ちょうど客室と同じ方向ですかね。はい、こちらにね出れると。で今ねこの車映ってると思うんですけど、今展覧会ですかね、これ多分高級車の展覧会的なのがやってるんですよね。フェラーリとかポルシェとかあるんで、多分めちゃくちゃ高い車のね展示みたいなやってるみたいですね。いや大変そうに店員さんもね、多分これ四六時中セキュリティみたいな人が入り口の方にいたんで、ずっといたんじゃないでしょうか。非常に大変ですね。で今ね私がこのいる場所にはですね、このなんていうんですか、ハンモックみたいな、一人ハンモックみたいな、
あとこういったね、何人か座れるソファーみたいな、まあ、こういうのもあったりとか。でこっち奥進んでいただくとですね、あの奥の方にはバーベキューエリア、昨日ね私が利用してたレストランが、まあ、こちらになるという感じですね。でこのハンモックたちもね、今はやってないみたいなんですけども、日中はねクッションみたいなのに引かれて、まあ、利用することができるという感じになってます。いや朝のねお台場は非常に気持ちいいですね。で今ね6時過ぎということで、7時からね朝食始まりますんで、その時間になったらね朝食会場の方、まあ、今回ねレストラン利用しようかなと思いますんで、レストランの方ね行こうと思います。ではちょっと濡れてなそうなんで、ちょっと座りましょうかね。よいしょ、おいい、まあ、こういったね机みたいなのもありますんで、いいですね、ゆっくりできそうです。はあ、今日はね、5月の15日で、非常にね今日は涼しいですね。昨日めちゃくちゃ暑かったんですよね。夕方まで暑くて、夜も暑くて、ずっと暑かったんですけど、今日は結構涼しいですね。今ロンティー着てますけど、結構寒いです。ということで7時になりましたらレストランの方行きたいと思います。そう、本当にねお台場駅からあれなんですよ。直結と言われてるだけあって、めちゃくちゃこのヒルトン東京お台場ね。近いです。駅から本当に歩いて 2,3 分ぐらいで来れますし、またねあれなんですよ、反対側の方に行くとグランド日光ホテルがあるんですけど、そこにねファミリーマートとかもあるんで、非常にね利用しやすいです。で映ってますかね、反対側にはねアクアシティがあって、その奥にはねお台場がある、お台場じゃない、フジテレビがあるという感じで、まあ、観光するのにもですね結構いいんじゃないかなと思います。ではちょっとしたらレストランの方行きましょう。ということで客室に戻ってまいりました。朝食ね非常に美味しかったです。種類もね結構ありまして、今ね朝食は昨日言ったと思うんですけども、朝食会場のレストラン2階にあるエスケープだったかな、はい、そちらのレストランとクラブラウンジでね提供されているっていった形になります。まあこれはねちょっと今後変わるかもしれないので、この点はご注意ください。でどっちでもね利用することができるっていう話だったので、まああのレストランの方はね、まあ、スペースも広いですし、まあたくさん種類があるかなということで、今回ねレストランで利用させていただきました。で私はね本当に7時ジャストに行きましたんで、まああの並ぶこともなくね利用することができたんですけども、帰りねめちゃくちゃ並んでました。10組以上か並んでおりましたので、まあ、毎回言ってるかもしれないですけども、あの並ばずにねいただきたい方はね早めに利用することをお勧めします。ちょっとね並んでるなんて全然思ってなくて、外出たらねすごい並んでてちょっとびっくりしたので、まあ多分あの感じだと多分ラウンジもすごい混んでて、まあしょうがないからみたいな感じだと思うんですよね。ですんでね、まあ早めに行った方がですね、あの並ばずにね利用することができるかなというふうに思います。で本日に関してはですね、レートチェックアウトねあの利用いたしませんので、今ね9時前ぐらいなんですけども、しばらくねゆっくりさせていただいて12時ぐらいにねチェックアウトしていきたいと思います。ということで時刻はね11時過ぎましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねヒルトン東京お台場ホテルですね、1泊4万7000ポイントかな、宿泊させていただきました。今回ねこの客室エグゼクティブツインだったかな、あちょっとあの詳しくはねこれに出しておきますけれども、アップグレードしていただいて、こちらがね4万7000円ぐらいの客室や、そうですね3万7000円ぐらいの客室かということで、4万円ぐらいですかねの客室にアップグレードね無料でしていただいたっていった形になります。まあ4万7000ポイントなんで、まあ1ポイントね1円いかないぐらいでね利用できたのかなっていう感じですね。またねダイヤモンドステータスの方はラウンジもね利用することができますので、ダイヤモンドステータスね保有されている方は結構ね特典十分使えるんじゃないかなと思います。またねラウンジもですね朝からやっておりますし、テラス席なんかもねありますんで、こちらもね結構いいんじゃないかなと思いました。天気いいとねかなり気持ちいいかなというふうに思いますので、こちらもねぜひ利用してみていただければなと思います。ダイヤモンドステータスとしては、あとはまああのお子様連れでね、お子様がちっちゃい方でもここのねプールっていうのは0歳からね利用することができるっていう風になりますんで、これが無料で利用できるっていうのはですね、お子様連れの方はねかなりメリットなのではないのかなと思いました。今回ね私も利用しようと思ってたんですけども、ちょっと子供はねどうしても行きたくないっていう風に言いまして、外でねあの海が近いんで海で遊びたいっていう風にねちょっとあのリクエストをいただいちゃったんで、ちょっと今回利用できなかったんですけども、また次回ねプールの方も利用してみたいなと思います。これ有料で入るとね4000ぐらいだったかな、3000ぐらいだったかな、まあそのぐらいかかるんですけども、それが無料で利用できるというふうになりますんで、これはね結構いいんじゃないかなと
思います。ということで今回ねこんな感じで終わりたいなと思います。私のチャンネルですね、普段ね解説動画多いかと思うんですけども、まあ、こういったねホテルレビューであったり飛行機の搭乗レビューもね、まあ、そんなに多くないですけどもちょこちょこ出させていただいておりますので、まあ、こういうのもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。